足の臭い人のとこ行ってください。ここでしょ、ここでしょって言うと、で、こっちじゃない、ハチ君、なんでこっちじゃない、どれでしょ、臭いよ、おいでおいで、なっちゃん、こっちじゃないな、こっちもあるよ、こっちもある、あ、もう、離れてる、鍵慣れた、鍵慣れた、あ完成が起きるね、やばい、いや、そっちかよって臭いはずなんで、完成が、ラズ君、一番足の臭いの人のとこ隣に行ってください。 ここでいいかもしれない、ここでよかった、どうしようか、困ってるの、ラズ君、ここでしよう、乙女を傷つけちゃいけないって分かってね、賢い、賢いね、ラズちゃん、固まっちゃった、ごめんね、気使わせて、あれ、あ、やっぱり、あ、すごい、ここでした、顔がそっち向いたけど、やっぱりパオさん、見てるよ、この足が一番臭い、なんかそっちだったか、おいおい、あそこか、鍵慣れてる、探偵かよ、ね、探偵ですわ、散々考えてそこ行った、そうそう、ずっとここで考えて、もう一直線にそこ行ったから、見つかっちゃった、ラズ君、よかったね、よかったね、臭い人、喜んでるよ、パオさん喜んでます、臭いって喜んでます、まさかすぎじゃん、まさかすぎだよね、面白かった、よかった、ラズ舐めてもいいんだよ、え、そうなんで、一ペロしていいよ、ちょっとだけ構ってほしい、あ、そうなんです、いきなり立ってたり、あと部屋の座ってたら、うん、ラズく通りづらいにペロって一ペロしてしつこく舐めない、ペロペロって通りづらいにペロして、通りづらいにいたずら、一ペロ来てる、ひと舐めしとくか、そう、可愛いね、一ペロしてくんだ、パワさんの足も一ペロいいよ、どうぞ、いや、あれ、あ、ママの気を使うべきか、キャーとか言って、私か、あ、ちゃんとチェックしてる、はい、ラズ君、足が一番臭いのはどっちでした、イエーイ、喜んで、喜ぶことじゃない、喜んで